えー、こんにちは、即解塾の久保です。まあ、改めて、岸田総理の新しい会見を見てたんですけども、えー、新時代を共に作る、なんか、新時代創造内閣でしょで、閣僚をガラッと入れ替えましたけども、肝心なところはすごく大切な人が入ってるんですよね。えー、財務省を徹底的にやっつける財政出動派の経済産業省に、 同じく財政出動に大いに理解のある萩生田光一さんがね、えー、大臣として入られた。横滑りと言いますけどもね。この人は文科省にいるよりも経済産業省にいるべきだったんですよ。まあ私はそういうふうに思いますけどもね。で、国土交通省は斎藤哲夫さんね、哲ちゃんみたいなね、えー、名前で呼ばれるかもしれま,れませんけども、まあここは公明党の指定席ということになります。えー、そしてですね、特徴的なのがやっぱりデジタル庁ですよね。 ここに、ええー、まあ、カレンさんが入ったのはとってもいいんじゃないですか。だからね、IT 庁とかデジタル庁とか行って、結局、まあ、申し訳ないですよ。もう、ご老人がされていてね、未だにファックスと対面でやるみたいなことをやってて、全然 SNS とかインターネットに理解がない方は、デジタル庁にそもそもいる必要がないんですよね。やっぱりね、あのー、40代以下の、きちんと SNS をちゃんと理解して、インターネットを使いこなして、 メールに添付ファイル、そういったことができる人ね。別にプログラミングまでやるとは言いませんけども、こういうふうにね、IT と共に生まれ、IT と共に育ってきた人、少なくとも40代の方が大臣にならなければ始まらないと思いますね。あとね、えっ、ー、と、コロナ対策の大臣が総入れ替えになったことを野党が叩いてましたけども、あのね、コロナ対策に関わった大臣をもう変えろやめろと言っといて、変えてやめたら、今度またね、じゃあ、 全部入れ替えて懸念しかかないとかね国民民主党の玉木さん言ってましたけども何なんだよとねじゃあ誰を残して誰だったら信用できたのかってことなんですよあの、ね、玉木さんね誰だったら自民党の中でこの人がいいよってくじ引けばいいと思いますよ結局あの枝野さんもそうですけども自民党がやることを成すことまず否定から入るねで人を貶めて自分の党をまあ高く見せようというねせこい考えしかないんで あの批判は大いに構わないんですけども単なるね逆説推しなんですよねただ攻撃してるだけただ足引っ張ってるだけ、うん、あの一方的に自民党の擁護するわけではないですけども立ちが悪いね元民主党は、うん、ことここに来て本当にね断末魔の最後のね相ぎ、e、になってきましたねでちんぷんかんぷんな数字も全く理解してないようななんか前に見ると組んでるんでいや本当にね 結局気に入らなくても自民党がやってくれるしかないみたいな自民党の野放しにしてるのが結局はこのまあ国民民主党もそうだしね共産党もそうだしねうん立憲民主党に至っては最悪の対抗政党ですよね、うん、だからここがねあの野党第一党とか言ってよくねあの返上しないよなと思いますよね生き恥をさらしてる政党があるとすればそれは 立憲民主党ただだ一つだと思いますねで、そのほか、まあ、他にもねあの、私のよく知らない人も当然いるんですけどもあの、広島市民の立場として言わせていただければ、あの、まあ、今までの総理みたいにね、ごまかしはぐらかしじゃなくて、この岸田総理はとにかくクソ真面目、ね。一つ一つ丁寧に説明することは本当に丁寧に説明しますよ。それこそ私たちが、もうきちっとね、理解できるところまで、 突っ込んで説明してくれると思いますんで、そこは心配がないかなと思います。ただね、説明を尽くした後に、国民に納得できないことも当然残ると思います。それは、まあ、岸田さんがどこまで戦ってくれたかということで、うん、まあ、納得するしかないのかなと思うんですよ。自民党内っていうのは、いろんな、いわゆるね、派閥、政党があるようなもんなんで、岸田さんが今回政権を取ったのは、ものすごくファインプレーだと思うんですが、その分だけね、 例えば二階派を排除するときのために手を組んだかつての敵の敵が共同の敵じゃないですけどね二階派を一緒に排除したその麻生派安倍派が今度は無理難題を仕掛けてくるというところがありますんでね、うん、で広島県民の声他にもいろいろありましたけどもえっ、ー、と今回ね解散総選挙が一気に行われるでしょう、うん、で岸田さんなりに 前の政権の不満をそのまんま自分の内閣に反映させてます要するに閣僚がほとんど変わったってことは以前の閣僚じゃダメだというふうな判断なんですよ、うん、そこは私たち国民や野党と意見が一致してるところじゃないですかねで今度は岸田総理の目から見てこの人ならなんとかなるんじゃないかなっていうふうな人を抜擢してるわけなんですよだからガラッと入れ替わったんですよねえむししろ新しい政権で 以前と同じような顔ぶれの方が何も期待できないと思うんですけどもここはですねとりあえず違う顔ぶれで攻めてみる違う頭脳で攻めてみるそこに光が見えるんじゃないかなと思いますけどねで結局コロナ対応も正しくはなかったわけなんですよ何もかも私たちも真に受けてましたけどねそれを今回何が原因があったのか人類抑制や病床確保のための法整備をするんだっていうふうに言うってことは そこに菅内閣のウィークポイントがあったということをじーっと見ていたってことなんですよねだから今までの政権とは真逆なことをやってくれると少なくとも別のルートでゴールを探そうとしているところが、まあ、まさにね新しい挑戦批判を恐れずにやってくれてるってところなんじゃないかなと思いますねうんそうですねえー、まあ国民にしっかりと説明していくってところはやるんじゃないですか それこそ山本太郎さんと五分五分くらいの、うん、責任何説明能力だと思いますよこの方はねで現金給付についてなんですけどもやっぱりやってくれるそうなんで全員じゃないんですよ私にはもうもらえませんどっちにしても私みたいな立場の人間はもらえませんいいんですよそれであの優先的に困った人から順番に配ってほしいそういう意味では一律給付じゃなくても私はいいと思います、ね、一律給付だとみんなもらえて平等だねってことにもなるかもしれませんけども そそももももらってもしょうががない人がい人るんですよ。高額納税者とか高所得者とかそういう人は莫大な預金にプラス10万が加わっても全くね意味がないんでまあそういうところはもう最初から配らなくていいんじゃないかなと思うんですけどねでもそうなると誰に配って誰に配らないって問題が出てくるんでやっぱね難しいですよね、うん、全員自立給付がやっぱいいですかね で、個別に現金給付を行うことを考えててていいきたたって言われてましたよ、ねうんでこれ記者さんが質問してましたけども国民が強く求める一律給付なぜ政府は2回目を実施しないのか実施しないんだったら何でなのかってことをね説明してくれというふうに記者さん質問を挙げてましたんで岸田総理の内閣ではそれをきっちりとねどういうプロセスでそういうふうにしたのかってことを説明してくださるそうなんでこれはいいじゃないですか皆さんインスタグラムフォローしといてくださいね ね、だから、なんでそうしたのかっていう理由が分からなければ国民は納得できないですよね。で、理由が分かれば少なくとも納得する人はいるんですよ。それでも理由が分かったからこそ納得できないって方もいますけども、それは意見の対立、意見の違いなんで、そこはもうね、えー、なくならないと思うんですよ。ただ何も説明しなければ、何なんだよって話になっちゃいますからね。うん。だからきちんと、岸田総理は説明してくれると思いますよ。で、10月14日に衆議院解散して、 工事が19日、31日に投開票ということなんで、あっという間に、ええー、まあ、選挙がね、総選挙が終わるってことですよね。いいじゃないですか、このスピード感。11月、12月をそっくり残して、岸田内閣がスタートするということは、補正予算も年内に本当に決まりますよ、これ。そうなるとですね、企業向けの持続化給付金、家賃支援給付金、この辺は財務省を徹底的に圧力かけて、岸田総理をもぎ取ってくれると思います。そして、一律給付ではないけども、国民生活支援。こちらの方もね、まずは第1弾で、 まあ第2弾か、正確に言うと。まあ、あの、岸田内閣になって第1弾で、すぐに現金をね、渡せば使ってくれる人に届くんじゃないかなと。一人親世代とか、まあフリーターでね、あのー、このアルバイトが急にこの1年2年なくなっちゃった人とか、まあそういった方にお金を渡すと、その渡したお金は、そういう方は間違いなくすぐに商品使ってくれるんで、えー、景気は好循環を果たし始めるんじゃないかなと思いますよね。私はね、あの、まだ岸田総理の内閣始まってないですから、こういうふうに、 言った言葉を信じるだけです。なんか岸田総理がいろいろ言うけども、まあでもどうせダメでしょっていうふうな、ダメではい論でね、論じても、うん、しょうがないじゃないですか、それはね。で、岸田総理を批判するのは、始まってから、例えば1年後とかね、早くて半年後とか、そのくらいで十分じゃないですか。どうですかね、やっぱり立場を変えてみて、あの、お住まいの町内会の町内会長をしてね、で、4月から始まるでしょ。で、 3月に任命された時に、もうどうせお前ダメよとか言われたらどうですかねやる気になりますかねそういうとこじゃないですかねまずは、総理を生涯初めてやる方なんですよ。もちろん失敗もあるでしょうし、検討違いもあるでしょう。ね。多分日本で一番職責の重い職業じゃないですか総理っていうのは。なるだけでも大変なのに、それをね、自ら希望してやってくれるというところに、 ものすすすごくね、ねね気概を感じるんででけど、ね、どうですか、ね、私たちは町内会長でですらやれやりたがらやないでしょ <laughs>、ね、だからもう責任を取るリーダーをやりたがらないんですよ私たちはでも一番日本では重い職責のある一番のリーダーをやろうとしてる人なんですよまあ、そこはきちんと尊重してもいいんじゃないですかもちろん権力を持つってことは横暴なことやるなっていうことでもあるんですよやられちゃうかもしれないですからその時は攻撃しましょうね まだ何も私たちは岸田さんから痛い目を見せられてないんでそこはだから岸田さんがね岸田総理が国民のために働いてくれるかどうかってのは私たちが岸田総理を始まる前から攻撃するのかそれとも始まった時には私たちと同じようなことをやってねと私たちと同じ考えでお願いねっていうふうに応援するかどうかじゃないですかねそれでもまだ何もしてない岸田総理を総理になったからというだけで叩くのかなと思うんですよまあ私はね 山本太郎さんが総理をしても結局総理としての仕事が始まる前に総う叩き食らうと思ってるんですよだからそれをちょっと重ねてますね今ねうんそのほかまあ堀江貴文さんはもうやらないと思いますけども仮に堀江貴文さんが総理大臣をやるというふうに決まってもまだ何もやってないうちから堀江叩きが始まるでしょう結局ね私たちは人を叩いてばかりなんですよで応援するってことをいつの間にかしなくなりましたよねいいじゃないですかちょっと応援してみましょう 今回ね。うん。もちろん、全身全霊の応援じゃなくて、岸田さんの政策に対しての応援でいいと思います。で、その政策が、いろんな理由でうまくいかなくなったら、その時は追求していきましょう。ちゃんとやれよ、と。ね。まだ何もやってない段階から、袋叩きにすることはないと思うんですけどね。<laughs> はい、ということでございます。失礼します。